こんにちは、こんばんは。飛ばない人の特徴トップ3発表したいと思います。となっております。神でございます。今夜の動画は私奥田クライアント、シングル松さんのアイアンショットをご覧いただきながら、皆さんにね、飛ばへん人の特徴、飛ばへん人の特徴を3つトップ3発表するんで、それの飛ばへん人の特徴からね、逆算して考えたら、飛ぶようになるんちゃうかっていう動画にしてみていただけたらなと思っております。いいね、高評価押した後に最後までご視聴お願いします。おお、みんな飛んでる飛んどる飛んどる、飛んどるか、飛んでるんですかね。みんなどれぐらい飛んどん。250ぐらい飛ぶわけないけ飛ぶわけないけ250そんなもん一発は行くかもしれんで、あ、たまに1000球中1球おいぐおということで、まあ飛んでへん人多いと思うから、はい、飛ぶようになるためにもね、飛ばへん人の特徴ってものをまず知るべきやなと思って、ちょっと3つ考えてみたから、ありがとうございます。じゃあもう聞いてみということで、まず1個目、はい、これ全員に当てはまるで、飛ばへん人、腰回してる人、逆算して考えろって言ってるからな。もう分かれよ、お前、あのボンクラのアンチ別にアンチなんでもええで、お前ら、お前ら飛んでへんねんからな、アンチなるとかもう次元じゃないからもうで次、あ、そう、先に言っとくわ、ちょっとまだ見とうやろうから、アンチも、はい、いや、あのな、アンチコメントのタメ口してきたってお前速攻ブロックやからな、はい、てかもうみんなよほんま。ということで次2個目、はい、これめっちゃ大事、ちょっと大事なこと言うわ、はい、ちょっと、あ、でももう定番のやつからもう一個見ようか、はい、右膝送り火となってる人、まあ、はい、送り火となってる人、まあ飛ばへんわ、そら、そら飛ばへん、そら飛ばへん、エネルギーないもん、もうゼロやもん、もう、はい、ということで3つ目もうちゃっちゃといくわ、はい、3つ目、はい、これ大事、はい、フォローでグリップエンド見えへん人、あ、それ飛ばんすね、やろ、はい、これってさ、これってマジで2014年からかな、僕、うん、あの俺が発信し始めたのは YouTube で、はい、知らんかったやろ俺の発信に触れるまで、これ絶対ボスっすね、最初絶対これ俺、はあ、絶対俺、その後どっかのボンクラはさ、はい、グリップエンド見えてたらあかんとかほざいてるやつ思ったけどさ、ね、どっかのボンクラは、ね、はあ、青ちゃんがタイガーも松山もグリップエンド見えてへんとかってバチバチ見えとるやんけ、ほんとに、お前何言って、お前のスイング見えとるやんけ大体っていうぐらい、本人が見えてるんすもんねあれめっちゃおもろかったわ、びっくりしました、なかなかあいつおもろいなと思ったもん懐かしいな、なかなかあれどこ行ったあいつおる、今一応まだいます、ね、あ、おるんやまだ、はい、今日はいらっしゃるみたいです。あ、そうなの。まあ、あの時ほど人気はなくなってるんじゃないですか。そりゃないやろ、あんな。そりゃないやろ、あいつ。ナチュラルであの偉そうな喋り方やろ、あいつ。いや、お前の方が偉そうやんけって言われそうやけどな。そりゃそうやろ。そりゃそうやろ。お前、誰やと思ってるの、神やぞっていう。一緒にしてほしくない、一緒にしてほしくない。マジであんなボンクラと。同じ土俵にはしてる。ということで、みんなどうやろう、グリップエンド見えてるのかな、みんな。だってみんな最初グリップエンドのが見えてへんはずやねん。見えてなかったです、ね。引っ張り込みまくって。はい、大体な、それはまあしゃあないよ。みんなが悪いわけじゃないね。あの世の中のボンクラのティーチングプロたちがな、あの、おへそって言うから。グリップエンドはへそやって言うから。はいはいはい、はい、うん。それしゃあないよ。それは引っ張り込むよ、こんな。あ、確かに。うん。それはしゃあないわ。それはみんな悪いわけじゃないわ。あの、教えてる奴らが、あいつらが無能やから悪いよ。ほんま無能やなと思う。マジで思う。ほんま何のための資格やねん、あれ。なんなんほんま、資格取ってアマチュアの方を下手にさせてしまう、いやマジでほんまに何のための資格なあれっていう、おえぐいということで、マスさんぐらいこうやってね120を叩く男からですよ、はい、ゴリゴリの鬼フリッパーからフリップも専用になって、はい、グリップエンドもしっかり見えて、はい、っていうスイングしたら飛ぶようになるんで、うん、みんなもまずは何しなあかんか分かる、
クリップエンド見えるためには、あ、そっか、うん、見えるためにはまずそう腕振れって、腕振れって腰回しとらんと本当にそう、いやマジでほんまに、なんでみんなやらんねやろうなと思うもんな。だって欧米人プロみんな見えてねえで。手打ちとやったんか、最初に言う忘れた、アイアンショットだけしか言ってなかったでもグリップエンド手打ちドリル見えるよ、めちゃめちゃいい、ね、見えるよ、はい、やったら分かんのに、はい、よう俺でも昔さ YouTube 発信する前のでも別のなんかで俺発信しててんけど、ずっと、はい、ずっとね、はい、俺その時からめっちゃファンおったよ、別の、そうやで、だって俺それまで YouTube 始めるまででも何年そこで発信したかな、多分 3,4 年発信してたんちゃうかな、え、だから俺アマチュアの人教えることができててね、はーはーはー、そこでファンがおったから俺に、わ、はい、うん、かりましたね、うん、やろ、で、その時は俺グリップエンドとかいう言い方しなかったよ、あ、そうなの、ファンの人たちしかもう聞いてへんやろうから言うけど、俺ずっとアッって言ってたよそうなんです、だって分かりやすいよ、はいはいはい、確かにやろめちゃくちゃ分かりやすいYouTube やからっていうところになってしまったから、はい、そのなんちゅう隠れたところで発信するわけじゃないからもう、はいはい、だから普通にグリップエンドっていうようなんだけど、でも昔のブログでも僕何回か書いたことあるはずや、書いてましたよね僕、あ、そうなんですか、僕それ知らないです、それは知らんわ、はい、僕まだいなかったんで、うん、へえ、せやで、えぐ、マスさん多分その時から見てくれてますもんね。そうですね。サムネでもちょっとあったし。サムネも僕やってましたよね。書いてましたよね。あ、それはなんか、はい、覚えてます。サムネは。でもあんな感じでずっと。実際あれなんですよね。その教えさせてもらってた時に皆さんのこうグリップエンドが見えるようになってから、やっぱみんなの飛距離っていうのは。そりゃそうよ。みんな伸びていくで。みんな伸びていく。みんな伸びていくし、みんな上手くなっていく。あ、みんなちゃんとやる人はな。ただやもんだって。あ、そ、ただやもん。そこの苦労もあったんです。そうやで、ただで教えて、俺がただでさ、教えて、はい、お、今でもさ、はい、マスターにしろさ、クライアントの人にはさ、はい、教えさせていただいてるっていう気持ちやけど、はい、でも言ってもさ、それにはコストが、俺はいただいてるわけやん、はい。でもその当時ってさ、無償やんか。はい、俺の検証のためやから、はい、無償やん。俺の時間を無償で使ってるわけやんか。考えたらすごいっすね。え、できる？普通の人それすらやらんやろ、いや、みんなプロ資格持ってるやつならそれやる、いや絶対やらない、やらんやろ、絶対やらない、でも俺はそれをやるわけやんか、はい、そうだけどそれをやると無償やからやらんのよ、あ、 やらんのよやっぱり、ただはだ、ただがあかんねんってほんまに、だって考えたらわかるやんか、はい、ただやったらやめるやろ、ただやったらなんかこう普通にまあもういいやで、なりそうやん、ちょっとできひんかったら、はい、まあええやってなりそうやん、やってそう、できひんかったら、だからやって、あ、でもまあそれでもやってくれた人がいるから今 WGSL があるからね、なか俺は感謝するのは当たり前やけど、みんなも感謝した方がいいよ多分、まあ、そうです、その人たち、その方々に、はい、本当にそうそうそう、じゃあそこで全員がやらなかったらもうボスはもうやめてるかもしれない、ボスと出会ってないかもしれない、うん、特にあの一人の人やなに、はい、が言ってくれたからやね俺に、何を、え、もうそれでそれでそれビジネスにしいやん、その人もシングルになったしの、あ、女性っすよ、しかも女性ですよ、みんなより上手いですよ全然、だって僕下手しい負けそうになってましたもんしかも白 T から回ってやる、女性をシングルってめっちゃ難しいんですか、めっちゃ難しい、そのボスのこう教えさせていただいてた時にやっぱ辞めていった人ってやっぱ普通の人、普通ってめっちゃ普通の人、普通の人めっちゃ普通の人だってもう鼻から波長合わへんの分かんもん、あ、だから俺今書いてるわけやん、クライアントになる人って、はい、俺と波長合わへんしは取る、はい、俺は選ばれる立場やけど俺も選ぶよって言ってるんか、はい、それそれそれ、まあ、そういうのだったんですか、だから合わへんしはやっぱ合わへんもん、
お互いのためにならへん。あ、そうですね。俺も疲れるし、はい、向こうはお金払ってんのに嫌な気持ちになるやんか。はいはい、そうですね。お互いよ。うん。なんか俺が、うん、俺をわざときつく言うやんか。トシコちゃん優しいやん、クライアントに対しては。でも俺はあえてきつく言ったりしてるやんか。はい、そうですね。うん、あれっていう。言ってる時は向こう嫌かもしれんけど、言われてる時って、はいはい、でもそれって後々にあの時きつく言ってもらえたからやって変わると思うから、なんかそれをきつく無償やったらさ、きつく言ったらさ、ほんまに嫌がるんやんか。で俺はイラついて言ってるわけとかではないわけやんか、はい、うまくしたいっていう気持ちがあるわけやんか、はいはい、である意味強制的にさせないとやらんっていうのは分かってるからさ、はいはい、コンサルフィー払ってたとしてもさ、ある意味強制させないとやらへん人もおるわけやんか。ああ、本当ですね。やろ。でも投資コーチのパターンでやったら、はい、そこをきつく言わへんからみんなやらへん人が多かったわけやんか。そうですね、うん、はい、それは手打ちドリルって何やったっけってやつなんか典型的やんかもう。そうですね、あれはもう本当にいい経験だ。そうそうそう、まあ派生に、そうそうそう、次に来た時にやってへんかったら、みんな俺のクライアントやったらさ、はい、次のコンサルの時にこれやってきてへんかったら俺に何言われるかわからんとかっていう気持ちはみんなあるはずやんか。全員あると思います。全員あります。この気持ちって絶対与えとかなあかんのよ。ああ、なるほど。だって本気はもうこっちはうまくさせようと。はい、と当たり前や。それが仕事やねんからさ。はい、っていう感じのことでした。皆さん、こんな話やけど、ファンの人たちはちょっと楽しんでもらえたんじゃないかなと思っておりますんで、はい、よかったら高評価。いいねの方を押していただいて、こんな昔話聞きたいよとかみたいな感じのリクエストありましたら書いていただいたら、あの答えるかもしれないけど、はい、答えないかもしれない。スタンド FM やったらもしかしたら言っちゃったりする可能性もあるんですよ ね、 いいですね。スタンド FM が最近ちょっとフォロワーが増えてきてて盛り上がっております。ちょっと盛り上がってますね。ます感謝してますということで、今夜の動画はマスタンのシングルマスタンの、アイアンショットと手打ちドリルをご覧いただきましたので、高評価ボタン忘れずに押していただいた後にマスタンのスイングとあと僕の話とかで何かありましたら、はい、コメントもたくさんいただけると嬉しいです。各アンチコメントため口いけ、はい、WGS はチャンネル登録者数を100万人ビッグチャンネル目指しておりますので、お力添えよろしくお願いいたします。今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しています。それでは失礼いたします。